ボランの窮棒モデル。ボランは、酵素の水素化合物の総称で、炭化水素のある間にちなみ命名された。競技には、モノボラン及び、ジボランを指す。モノボランは、不安定で、二状態であるジボランの形で存在する。この時、水素、酵素間の4個の電子のうち2個は通常とは異なる、半結合の形になっている。放素水素酵素の結合は、水素、 放素間のシグマ結合ではなく、放素の空軌道を使っている。水素放素結合で結びついている4個の水素原子と2個の放素原子は、同一平面上に位置するが、放素水素放素の結合の中間に位置する2つの水素原子は、平面の上下にある。このような結合を3中心に電子結合と呼ぶ。2個の電子で3個の原子が結合しているからである。 三中心に電子結合を含む化合物として、他に a l に c l 6がある。なお、通常の化学結合は二中心に電子結合である。ボランの水素をハロゲン元素で置換した化合物では三中心に電子結合は起こらず、二状態にはならない。四個の原子は同一平面に位置する。ジボランについては、ジボランの記事を参照。モノボランは単独では、 不安定だが、ルイス塩基と作体を作らせることによって安定になる。これらは還元力があるため、有機合成において、カルボニル元や不飽和結合に対する還元剤として用い、いくつかは主役として市販されている。THF やジメチルスルフィドとの作体は還元力が強いので、カルボン酸などの還元、ヒドロ法素化反応に用いる。 ピリジン錯体は還元力が弱いもののプロトン酸に対して比較的安定であるので酸性条件下も移民の還元などに用いられる。ボランの構造には以下の2種類がある。ありがとうございます。